あとはこれが上へ運んでくれる。もう追ってこないかな。奴らは巣からは離れない。これ以上は追ってこない。そう願いたいな。食うか。そういえば君の名前も聞いてなかったな。アゼル。変わった名前だな。私が眠っていたベッドにそう記されていた。ベッド？数千年間いた場所だ。私はお前たちとは違う。見た目は人間に近いが、中身はさっきまで戦っていた彼ら、恒星生物の方にずっと近い。ただ与えられた力が違う。それだけだ。力？なぜ僕と戦う？あの人の邪魔をするからだ。なぜそうまでして奴を守る？あの人はこの世界を守ろうと、あるべき姿にしようとしている。それを邪魔する者は誰も近づけさせない。バカな！奴は薄汚い裏切り者だ！党の力を手に入れるために隊長たちを殺したんだ！アゼル、君は騙されてるんだ。たとえそうでも、あの人は私を永遠の闇から呼び戻してくれた。だからあの人のために戦う。僕はあの発掘所にいたんだ。あそこは退屈だったけど、そんなに悪いところじゃなかった。みんながいたし。それが君が発掘された途端に全て終わったんだ。わけもわからないうちに味方に攻撃されて。今じゃ帝国軍にまで追われてる。すまない。違うのか。こういう時はそう言って謝るんだって。あの人が。一つ聞きたい。なぜドラゴンを操れる？あれは普通の人間に扱えるものではない。僕にもわからない。だけどドラゴンは。追ってきた。
間を殺しすぎた。自立ができなくなっている。完全に破壊するしかない。できるか？大丈夫だ。今度はドラゴンがいる。